どれくらいか試してみるか。ルフィ、シャンクス、お前は命の恩人だけど、サボにもエースにもなかなか勝てなかったけど、俺だって強くなったんだ。ある海賊について話が。それだけで大層な土産だぜ。領事の水を持参した。鷹の目もどういう風の吹き回しなんだろうな。悪い冗談だな。やるとなったら本気で行くぜ。できるものならやってみな。俺がそうしたかったからしただけだ。勝負でもしに来たか。鷹の目のところに転がり込んだってのは。止めてんなら感謝します。お前に背中を預ける時が来るとはな、ルフィ。巻き込みやがって。俺の分も残しとけよ。それだけで大層な土産だぜ。はあ、分かんないね。シャンクスは俺をバカにして遊んでるだけなんだ。領事の水を持参した。後で飲もうじゃねえか。お、一番隊マルコじゃねえか。クロコダイル、クマみたいなやつ。だったら宴だ。たまたま敵が同じなだけだ。俺は勝手にする。もちろんだ。来るとはな、ルフィ。領事の水を持参した。お前に背中を預ける時が来るとはな、ルフィ。あれやってくれ。よろしく頼むぜ。遠くの敵は頼んだぞ。それだけで大層な土産だぜ。領事の水を持参した。うちに入らないか。立派な海賊になってな。話題の好きん男だな、麦わらのルフィ。払う誇りが一つでも二つでも、まずは紅茶でも入れようか。立場上君は政治に関わるべきではないぞ。今はレベリー。この私には遠く及ばないということ。弱者をいたぶるのも暇つぶしにはなる。世界のあり方を考えているものだよ。勝者は常にその耐え難い天の座の空白も終わる。当初の目標を超えることもある。桃之助を助けるべく運命の出会いを果たす。危険な匂いを放つ巨大ドクロが途切れた巣を逃がします。自由を追い求めるヤマトを阻むカイドウの壮大な計画が発動。踏みにじられた故郷を思い立ち向かうミンク族が真の姿を現す。次回ワンピース爆発、ヤマトの自由を縛る女王、一味鬼ヶ島上陸、君を守る開口敵か味方か、ルフィとヤマト男の力。